はい、どうも皆さんこんにちは、坊主でございます。お元気でしょうか。今日もちょっとアップ目で、まあ、アップ目の意味は今回ないかもしれないですけど、今回紹介するのはですね、僕が先日挙げた整形なし、歯列矯正なしで顔の形を変える方法が結構まあ見られてて、僕すごく嬉しいんですけど、まだ見てない方ぜひぜひチェックしてほしいんですけど、今度は顔の形じゃなくて体型とあと肌を副作用なしで自然な形で改善していく方法をご紹介したいと思いますので、お付き合いください。まあ世界中の人がなんで老けるんだろうと思ってると思うんですけど、なんで私たちは老けるんだろうとか、今のところなぜ老けるかというと、体内の炎症が原因であると。その体内の慢性的な炎症の原因は大体腸から来てる。僕たち一人に対してこの中にいるやつら、腸内細菌ですね、微生物とかの数が、天文学的な数字が僕たちの体の中に住んでるんですけど、100兆個とかとか100兆個とかあって、その遺伝子数は僕たちの150倍ぐらい存在すると言われてて、そいつらが暴走し始めると、器である僕たち、容器である僕たちがどん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 老いていくって、それが体内の炎症。体内の炎症をいかに防ぐかっていうのをこれから紹介したいと思います。これがオイルっていうことです。今のところの最新の科学の結論としては、オイルっていうのは体内の炎症っていうこと。たまに聞いたことあるかもしれないですけど、分かりづらい単語の一つ、フレーズの一つがリーキーガットっていう症状なんですけど、これがいわゆるほぼ全ての体調不良の原因、あと肌荒れだとかアトピーだとか、あと体型の変化だとかの原因とされてるのがこのまあリーキーガットなんですけど、まあどういう状態かと言いますと、腸に穴が開いてる状態、まあ物理的な穴じゃないですけど、まあイメージ的なそのここが体内だとしたら、ここに腸壁、腸の壁があって、でここに、ここが腸内で食べ物が食道から入って、ここで消化されて、この腸内細菌が食べ物を消化して、短鎖脂肪酸から短鎖脂肪酸を作るんですよ。でその短鎖脂肪酸はまたこの腸壁を維持するのに必要なものなんですけど、僕たちが食べてるものによって腸の前の部分で全て消化されてしまって、脳は満腹なんだけど腸内全てに栄養が行ってない状態。それによって何が起こるかというと、腸内細菌がずっとお腹を空かして飢餓状態になって、自分たちの住処を食べ始めるんですよ。こっち側に食べ始めるんですよ。ここ体内ね、ここ腸壁ね、ここに、ここが胃の中、腸の中なんですけど、ここに向かって食べ始めるんですよ。食べるものがないから。僕たち脳は満腹なんだけど、本当は腸内細菌、生きてる腸内細菌の食べ物がない状態になると、もう生きなきゃいけないから、こいつらがだん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 この腸壁を食べ始めるんですよ。でこれがどん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 、まあこれぐらいの厚さがどん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 、これぐらいの薄さになってくるんですよ。そうなってくると、僕たちがいい、あの体にいいとして食べてるなんかタンパク質だとか、いい脂質だとか、そうなんですけど、本来腸内細菌の餌となるべきものが腸壁を越えて体内に侵入してくるんですよね。これ体内に侵入してくると毒素に変わるんですよ、栄養素も。この腸壁が薄くなると何食ってもダメな状態になるんですよ。あの良質なタンパク質でも何でも、タンパク質でさえも腸壁を超えてしまうと、この腸内細菌が分解せずに腸壁を超えてしまうと毒素になって、アレルギーとかアトピーの原因になったりとかもするし、ものによってはこの腸壁を超えて血中にこの流れ出すと脳まで達してアルツハイマーの原因になったりとか、パーキンソン病の原因になったりもするっていう研究結果あって、まあ言ったらこの食道から肛門までも外の世界とつながってるんですよ。僕たちは肌で守られてるけど、その肌が、この肌がここにもあるんですよ。内部の肌みたいな感じで、例えば切り傷とかって怪我すると、まあ血液が出て、それが固まって外部から外部のバイ菌だとか細菌だとかから身を守るのはイメージしやすいと思うんですけど、ここも本来守られてるべき器官なんですね。この消化器官っていうか、もうここから入って肛門まで、これが腸壁が薄くなると、その食べ物、その腸内で
消化されるべきもの、腸内細菌によって消化されるべきものが体内に入ってくると様々な不調を引き起こす原因となると言われてます。でよくあるお腹周りの脂肪とかって、あれってリーキーガットで毒素が体内に漏れてて、でそれを退治するための免疫細胞の燃料として脂肪が必要なんですけど、余分に必要なんですよ。だからこのお腹周りにでっぷりとしたいわゆるビールパラとかができてしまう仕組みなんですよね。で腸内細菌を喜ばせるにはどうすればいいのかと言いますと、まあ2つ、多種多様な食物繊維を取れと。この腸内細菌も一種類じゃないので、何千何百何百万とかの種類がいるから、そいつらに十分に餌を行き渡らせるには、適材適所にこの餌をあげるにはできるだけ多種多様な食物繊維を取った方がいい。あの大麦小麦の食物繊維から野菜とか果物とか、あのごぼうだとか芋とか言ったらね、もう自然にあるものだったら何でも食べて OK。 それの方がで腸内細菌にはいい。できるだけまんべんなく、なんかそう偏るんじゃなくて、これだけずっとこれだけ食べるとかじゃなくて、できるだけ足したように。でもう一つが食べない方がいいもの、こっちの方が重要なんですけど、精製された食べ物ですね。白米、白パンとか砂糖、白砂糖とか上白糖っていうのかな、砂糖とか、あと加工食品だとか、あと人工甘味料もかなり腸内細菌には悪いらしいので、腸内細菌を結構荒らす原因になるらしいので、人工甘味料と精製された炭水化物と、それ単純炭水化物って言うんですけど、砂糖と加工食品、こいつらがね、あの体の中に入っても体の上部で吸収されて脳は満足するんですけど、腸内細菌は満足されないんですよ。だから結局腸内細菌が空腹状態になると、さっきも言った通りリーキーガットが起きる。自分たちも餌がないから、自分たちの住処を食うしかないから、どん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 食い荒らしていく。自然なものをたくさん多種多様に取る、で自然じゃないものを取らない。まあ簡単じゃ簡単、まあ結構覚えやすい気がするんですけど、まあ腸活とか腸内フローラとかが流行った日本って、まあおそらくテレビでやってるんだったら、まあ、何かしらの食品、市販されてる食品が宣伝されてたと思うんですけど、僕はあんまりおすすめしないかな。もしかしたらその時にね、ヨーグルトとかキムチとか出てたかもしれないですけど、市販されてるものってなんでか知んないけど、ほぼ全てに砂糖が入ってたりだとか、砂糖入ってなく、まあシュガーフリーって書いてても人工甘味料入ってたりだとかするし、僕ためそのスーパーに売ってるキムチとか試し食いしましたけど、甘くて本当に、でまあ見たら、まあ、例外なく砂糖入ってるので、自分で作る以外はね、発酵食品納豆ぐらいじゃないですかね、僕が食うんだったら。まあ、僕食ってますけど、東京まあまあ、あるんでしょうか、取り寄せで砂糖なしのキムチとかはあるんですけど、一般的に売られてる発酵食品を取るぐらいだったら取らない方がいいんじゃないかなと思いますけど、自分で漬物作ったりとかした方が僕はいいと思いますけどね。あの急速っていうか、できるだけ早くそのリーキーカット直したいんだったら、市販されてるものを買わずに、どっちかというとまあ野菜とかをまあ、いろんな食物繊維を取ることで回復させた方が早いんじゃないかなと僕は思うんですけど、まあそれはもうあのこの見た方がどう判断するのもその人次第なんですけど、あとまあ僕今のところすごく健康なので風邪とかひいてないし、病院に行ったことが僕ほぼないんですけど、こういう生活習慣だからなのか、それとも DNA 的に健康なのか、今のところまあすごく好調で、病院に行ったことがないんですけど、その抗生物質というものをおそらく僕10代の時とか普通に暮らしてた時とかは、普通に暮らしてるって言い方も変か、あのと風邪ひいたりとかしたら多分取ってたと思うんですけど、風邪薬とかにも入ってるのかな、分かんないですけど、抗生物質はあのこれはもうあのお医者さんにちゃんと聞いて、本当に必要なのか必要じゃないのかっていうのを聞いた方がいいと思うんですけど、必要だったら取らないといけないし、あのバイ菌を殺すために。でも今のところ抗生物質を飲むと、その腸内細菌ほぼ全てを殺す、まあ、ほぼ全てっていうかに多大なダメージをあの与えることが分かってるので、一回抗生物質飲んだら
多分回復するのにすごく時間がかかると思うんですよ。それも結構その病み上がりの気だるさとかそういうのも結構あると思うんですけど、抗生物質は常習的に取ってる人はかなり胃が荒れてると思った方がいいと思います。いろいろ調べてたら科学者とか栄養学者の人が抗生物質はせっかく構築された腸内細菌がいい感じにこう熱帯雨林のようないろんな植物、まあ、いろんな腸内細菌が達しての腸内細菌が共生している中で一匹悪者がの集団がちょっと入ってきて、それを退治するためにその免疫細胞を使わずに抗生物質飲んで一気にこの言ったら腸内細菌のジャングルを全て焼き払う行為に等しいっていう表現をしてたので、それはもう自己判断で、抗生物質は僕はできるだけ取らない方がいいと個人的には思っております。でいわゆるダイエット、いろんなダイエットがもう半年に1回ぐらい出てると思うんですけど、いわゆるなんか科学的に証明されたこれは効くっていうダイエットとかって、まあパレオダイエットだったりとか、あとケトジェニックダイエットだったりとか、あと低糖質ダイエットだとか、いろんなダイエットがあって、まあベジタリアンダイエットとかもペスカトリアンダイエットとかもそうですけど、個人的に思うのは、このダイエットがほぼほぼ万人に効果的なのは、効果が現れる理由っていうのは、おそらくですけど、食ってるものより食べてないものの方に理由があると思うんです。おそらく白米食えとか言ってないでしょ。白米食えとか砂糖取れとか加工食品ジャンクのもの食っていいよっていうダイエットじゃないと思うんですよ。ケトジェニックはベーコンいくらでも食っていいよとかそういうのありましたけど、それは最近否定されてるからそれはまあ置いといて、何を食べるかより何を食べないかの方が重要になってくると思うので、白い食べ物、生成された食べ物、単純炭水化物、腸内環境の餌にならないものを避けることによって負のループ、負の食のループが始まらない。単純炭水化物とかジャンクフードとか食べて体内はお腹空いてるんだけど脳内で満足してしまうから、その脳内の満腹が消えたらまた食べ始めたくなるから、どんなに食っても腸内には餌が行ってない、プラス腸内が腸壁を食べ始めてるからリギガットが起きてるから、体内に炎症を起こして全然体調が良くならない。でその体調が良くならないのをごまかすためにまたドーパミンが出るような食べ物を食べてしまうっていう、なんかかなりきついループになるので、これを脱するためにはまあ一番やりやすいやつでいいですよ。お菓子をちょっと食べないとか、あと白米から玄米に変えるだけではもちろん僕はいいと思うし、菓子パンをちょっとやめてみるだとか、一つ一番買いやすいもの一つでいいから、それを習慣ができれば一つ改善されると、その無限の負のループが一個その歯車が取れるから、徐々にこれ結構時間かかると思うんですけど、徐々に改善していく、それにの第一ステップとして、どっちかというと何を加えるかより何を取るか、その自分の食生活の中から思い当たる節があるんだったらね、食ってるやつで思い当たる節があるんだったら取った方がいいと思います。あとまあ腸内細菌の余談なんですけど、なんか健康な人の腸内細菌を移すために、その便を健康な人から腸内細菌が乱れてる人に移すっていう実験もあるんですけど、これが面白かったのが、健康な腸内細菌を持ってる人なんですけど肥満傾向にある人の腸内細菌を痩せ型だけど腸内細菌が荒れてる人に移したら、その痩せてた人、痩せ型の人が腸内細菌の状態改善されたんだけど肥満になったらしいんですよ。だから腸内細菌って移るんですよ。で腸内細菌プラス僕たちのこの吐く息だとか肌にも細菌がいるんですね。何億個 何兆個っていう細菌が存在 してるので、もしかしたらこれは空気中でも移るかも、影響があるかもっていういろいろ実験が出てて、双子の男2人がいて、1人は、痩せてる人、もう1人は太ってる人だったんですけど、この人それぞれにマウスを1匹飼育させて、餌とか全て環境同じにして
違いが出るかっていうのをやったらしいんですけど、太っちょの人が育てたマウスは太っちょになったんですって。餌とか全く同じなのに。で、痩せてる人のマウスはずっと痩せ型だったんですって。だからね、その類は友を呼ぶとかじゃないですけど、まあね、近くにいる人に似てくるとかっていうのは、もしかしたら腸内環境が似通ってくる、似通ってくることによってその人たちの人柄みたいなのが、あと体型とかもそうですけど、あと思考回路だとか性格だとか似てくるっていうのはあるんじゃないかなと思って、僕それなんか調べててすごく面白かったんですけど、あとね、あの一目惚れだとか、あと一緒にいて心地いいだとかって、もしかしたら僕たちが判断してるんじゃなくて腸内環境が判断してるんじゃ、腸内環境、僕たちの周りにいる細菌、そのこの空気中にいる細菌がなんかこう一緒にいて落ち着くなとかっていうのは、もしかしたらもう細菌レベルで合ってるかもみたいな。言ったらそのキスするだとかセックスするだとかもそうですけど、その体液の交換、体液の交換ももろ腸内、もろ細菌の交換だから、キスして一目惚れだとか、こうキスして落ちるだとかっていうのは、もしかしたらそれもあるんじゃねえのっていう科学者もいるので、すごく面白かったです、僕は。あのいろいろ調べてて、だからまあこれはアホな考えかもしれないですけど、まあもし好意を持ってる人がいて、その人とに会うようにしたいのであれば、その人が何食ってるかとか、あのどういう生活リズムだとか、それをあの似せることによって、なんかこうあっちとこう近寄った時に、あっちが自意識なくても、あ、この人とバイブスが合うみたいな雰囲気いいなって思うかもしれない。そういうアプローチも、アホなアプローチだと思うんですけど、あの、もうありかもって僕は思いましたね。まあ僕は、あの、自分の腸内環境を最適に して、それで合う人がいればいいなと思うんですけど、僕は、あの、僕はしないですけど、その人に合わせて腸内環境を操作するなっていうことは。でも、アプローチとしては面白いなと思いました。あとね、まあ性格もいろいろ変わるらしいので、あの自閉症ともかなり、腸内細菌と自閉症あのとか、あの自閉症の傾向がある人にはある特定の腸内細菌の数が少なかったりだとか、それを改善するための薬ができたりだとか、すごく腸内細菌の奥が深いので、これからどんどんいろんなことが明らかになっていくと思うんですけども、あと腸内環境を整えると記憶力も上がるとか、 BDNF っていう物質がすごく脳にいい物質、あの物質が分泌されたとか、いろいろいい効果もあるので、積極的に腸内環境、もし興味があるんだったら、ね、腸内環境を、時間はかかるかもしれないですけど、整えていくことによって徐々に、まあ、体つきも変わってくるし、言ったらあの炎症が収まるから肌の調子も良くなってくるし、で思考回路もクリアになってきて、食べ物を、腸内細菌にいいものを食べることによって脳がそんなにドーパミンを欲さなくなることで、生活習慣ももしかしたら改善するかもっていう。でいわゆるドーパミンは興奮物質なんですけど、あのそのリラックス物質としてのセロトニンもうすごく奥が深いと思うんですけど、いろんなことをしてセロトニン分泌させる方法があるんですけど、セロトニンも腸内で9割分泌されるらしいので、ここを整えるときは基本的に人生 OK みたいな感じのレベルに達すると人生楽になると思いますので、ぜひぜひお気軽に試してみてください。長々と喋ってきましたけど、実践することは2つですね。いろんな野菜、果物、まあ、海藻、いわゆる自然界のものを食べる。で、自然界に存在してないものを控える。生成された穀物だとか、砂糖だとか、加工食品だとか、人工甘味料を控えるだけ。この2つだけです。これでどんぐらい時間かかるかな。でも徐々にですけど、体質、肌質、体型が徐々に改善していくと思いますので、やりやすいところから。何が一番自分の習慣を考えてみて、何が一番やりやすいかを見てもらって、何を抜くか、あの加えるのもいいですけど、何を抜くかっていうのも結構簡単だと思うので、自分なりの方法で試してみてください。まあ、ってことで長々と喋ってまいりましたけど、もっと詳しく知りたい人は、僕がテキストとしてあのノートに書いたから、
この詳細に貼っときますけど、リンク貼っときますけど、それを見るともっとなんかこう詳細に、なんでリーキーガットがどう起きてるのかとか、そういうのも詳しく書いたので、動画でバーって喋って理解するより、なんかこうテキストでちゃんと読みたい人はもしよかったら読んでみてください。ということで、副作用なしで自然に体型と肌質を変えるライフハック動画なのかな人生の質を上げる動画でした。ありがとうございました。